セルティックパークは、スコットランドグラス号のサッカー専用スタジアム。パークヘッド、パラダイスの愛称で知られる。セルティック FC のホームスタジアム。収容人数は6832人。エディンバラにあるラグビー競技場マレーフィールドスタジアムに、次いで、スコットランドで2番目に大きいスポーツ競技場である。また、サッカークラブのスタジアムとしては、 マンチェスターユナイテッドのオールドトラフフォードに次いで、イギリスで2番目に大きい。設計者は、アンフィールド、スタンフォードブリッジ、ヒルズボロスタジアム、アイブロックススタジアムなど数多くのサッカースタジアムを設計した、スコットランドの建築家、アーチボルドリーチ。スタジアム西側のスタンドは、1965年から1978年まで、セルティックを引き、 1966から67シーズンに UEFA チャンピオンズカップ優勝に導いた名監督ジョック・ステインにちなみジョック・ステインスタンドと名付けられている。ありがとうございます。